立花銀千代、正妻今川義元、思考も文世話の焼ける名族だ。任せよ。助けねばならぬのか。みんな見捨てては帰る。の炎章殿の救出作戦始めるね。甘い。敵援軍がこちらに向かっているようです。ご注意を。やはり感動からいらっしゃいました。秀吉の軍が崩れる。この任務は困難。頼りないのくらいだ。手を貸してやるしかありない。ただの相手ではないわ。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。行くわ。これまで。任せよ。我が勝機試す。ここは逃げるが上策。敵将橘が打ち取った。かなりの使い手と見ました。策もなしに城に乗り込むとはバカめ。助かりました。噂以上の武勇ですな。なめるな。橘の武勇この程度ではない。平家堂々と戦いましょう。よし、そのまま使い立てよう。マロの勝ちじゃの。またケマロの。少し熱くなりすぎたようですね。敵将橘が打ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。ニラってことと。俺がぶっ飛ばしてやる。我が勝機試すとき。今度は負けねえからな。敵将橘が打ち取った。かなりの使い手と見ました。時は一気に打つ戦略です。敵将橘が打ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。もののふの誇り戦場に示せ。すまぬ。この槍で必ずキレンらの真偽に応えよう。言うだけなら誰かし行動する。このままでは壊滅だ。俺の攻撃かわせるか。我が勝機試すとき。わしを試すか。敵援軍が近くまで来ています。急いでください。人は絶対だ。敵将橘が打ち取った。かなりの使い手と見ました。時には引くのも戦略です。敵将橘が打ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。私たちも続きます。黙って通す思うなよ。まるで地獄ね。こういうのも嫌いじゃないわ。助けてくれたの。
最善から学ぶこともあろう。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。この私に相手をしろという。秀吉殿の軍が崩れては脱出が困難に。ご留意。粗暴な輩との戦はやりにくいわ。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。このままでは秀吉殿の軍団が撤退してしまいます。我々の戦力だけでは。ご苦労。この主君、末代まで語り継ぐがよいぞ。何の苦しゅうないの、炎症殿。無駄口を叩いている暇はない。さっさと行くぞ。早くここを出ない。手遅れだ。ひとまず撤退だ。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。ますますいかんわ。ここいらが引き時かの。わしが相手では不足か。よし、そのまま攻め立てろ。殲滅しろ。援軍進め。どうにも分が悪いわ。撤退じゃ。待って、にぎやかになってきたの。燃えてきたの。この人実は人間は。あれで東海一の弓取りとか称されている。負けろ。いざ勝負。俺がぶっ飛ばしてやる。勝ち日もあれば負ける日もある。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。俺がぶっ飛ばしてやる。戦には頭も必要ですよ。お前の相手はこの俺だ。今度は負けねえからな。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。なんて強さ。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。今度は負けねえからな。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。俺たちに喧嘩売ってきやがったのはおめえら。違うの。アインドではない上、何も飽きのうておらんの。差しで勝負だ。逃げるなよ。全力で手抜け。今度は負けねえからな。敵将橘が討ち取った。かなりの相手と見ました。あんたに俺の相手ができるの。逃げるが勝ちか。やばよ。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。ここで聞かねばなるまい。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。甘い。よし、そのまま攻め立てよう。引くときは素直に引かないとね。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。私たちも続きます。行くわ。これまで。ケバルカのタロのお箱ちゃん。
決まるかと。任せよ。戦わずして引くくらいなら橘は犬死にを選ぶ。邪魔だていたすと容赦せぬ。全力で来るがいい。お前の相手この俺だ。我が奥を言うがいい。マジで静より生きてお命を注がん。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。ここは引かねばなるまい。敵将橘が討ち取った。見事だ。橘の格も上がろう。これはどうにもならぬ。敵将橘が討ち取った。かなりの使い手と見ました。かまいず、なんて強さだ。敵将立花が打ち取った。見事だ。立花の格も上がろう。私たちは続きます強いが、精彩も強いな。でも一人ならきっと負けない。
あなたも。さて、炎章殿に蹴鞠を教えねば。アセライコー